うおー、完全なる土砂崩れで道が塞がれてもう通れません。ゴー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 、うわWe're about to ride this off-road Honda motorbikes at 1,000 kilometers across Colombia. The riding conditions will be 40% paved and 60% off-road. Spoiler alert, there's gonna be a lot of highs. Wow! 超綺麗。いや、楽しいこれ。And a lot of lows. むちゃくちゃ混んでますって。わあ、雨が降ってきた。ヘッドライトが取れちゃった。But one thing's for sure, it's gonna be an adventure. The perfect loop. Let me explain. The perfect loop is a 7-day tour organized by Colombian motor adventurers across Colombia's famous coffee region.An authentic off-the-beaten path experience involving waxman forests, volcanoes, hummingbirds, hot springs, isolated villages, and spectacular sceneries. Basically, you get to experience the best of Colombia on a motorbike if you only have a week. Today, we'll start a 1,000-kilometer-long journey from the city of Medellin.Good morning, guys. Today is a very special day because we're going on a motorcycle tour. やっとだぜ。行っちゃうよ。おはようございます。今回俺らが参加するのはコロンビアンモトアドベンチャーっていう会社が運営してるツアーです。7日間のツアーでコロンビアのメデジンの周辺を全部回るっていうすごいコースでむちゃくちゃ楽しみです。You guys are going to be doing something called the 7-day perfect loop. This little guy wants to come with us. Yeah, he wants to come with us. Quite a few people. You're going to go see a lot of cool stuff. You can go to the wax palm forest. You'll go up to the Paramo, which is Colombia tundra above treeline. And really nice hot springs hotels that serve like 5-star resorts. They're super cool. Unpaved roads with potholes and stuff can be out there.But it's nothing extreme, nothing treacherous, it's nothing that you can't handle, no? We have people like 80 years old doing this trip, and they make it, and they don't have any trouble at all. こうやってバイクを間近に見るのむちゃくちゃ久しぶりです。皆さん、ここにあるバイク知ってますか？僕はちなみに250、その 250cc の小さいバイクは結構知ってるんですが、大きいバイクは全然知らないんですよ。皆さん知ってますか？知ってる方は、日本にもこのバイクあるよっていうのは教えてください。全部ホンダとか、スズキ、Try this, homie. Hi, that's your size. Oh, it's perfect. Is that you? Yeah. Yeah, you can lift that up and it has integrated visor as well. The Japanese style. これにカバンを入れて、これで泥が来ても雨が降っても完璧ですよね、オリ。Yes. こんなにワクワクするのはむちゃくちゃ久しぶり。もうやばい。もう半年ぶりですからね、バイク乗るのは。さあ、いよいよ出発です。俺のバイクはオリは XRE300。 俺のバイクは同じ XRE300。 こんなにワクワクするのマジで久しぶり。やばい。これから1週間の旅、皆さん超楽しんでいきます。
So hop on, homies. Okay, thank you. Oi. Listo. いやーこれは楽しいぜ、久しぶりのバイク、半年ぶりです皆さん。そしてこのデコボコの道すっごいねこれ。おーい、うわ軽いこのバイク。皆さんコロンビアでバイクどうですか、楽しみでしょ。こんなアドベンチャーないですよ。正直日本の道路っていうのはもうむちゃくちゃ綺麗ですからね。ただコロンビアはもうむちゃくちゃデコボコですから、どんな冒険が待ってるんでしょう。僕が乗るバイクを紹介します。 XRE300 ホンダのバイクです。僕は正直日本でこれが販売されてるのかどうか全く知りません。オリ初めての 300cc です。僕も初めて。コロンビアは右側通行です。左側通行ではありません。おいおいおいよし、これはすごいね、バンプがすごいわ。やっぱ日本の道路と全然違いますよ皆さん。デコボコデコボコ、すごい見て。おい、うわ軽いわこのバイク、ものすごい軽い。クラウマンに比べて、クラウマン 250cc ですけど、全然こっちのバイクの方が軽いです。そして運転もしやすいやこれ。パーフェクト、やあ。おい見てこの穴。いやー皆さん、僕の動画を見ててくれてた人はご存知だと思いますが、僕らはですねバイクが大好きなんですよ。大好きすぎてたまらなくて、バイクのレストア自分たちでね、もうバラバラ、バイクをバラバラにして直して、それで日本を旅してました。前でその日本を旅してる最中に僕が怪我をしてしまって、バイク旅中断となってしまったのですが、それが去年の2022年の9月のことです。9月末そこからバイクに一切乗ってません。そして今2023年、3月6ヶ月ぶりですね、バイク乗ってます。しかも日本ではなく、このアドベンチャーあふれるこのコロンビアで。いやーもうワクワクしかありません。見てくださいこの道路。見てくださいこの景色、これは日本にはないでしょこの景色、やばいよ。 Wow This is amazing Really 見てこの檻の勇姿、むちゃくちゃかっこいいです。 Wow Amazing 見てください、オリちゃんです。目の前にいるのはオリさんですよ。いやーもう本当に見てこの景色、そして馬、ホーセス、ノーホーセス、カオス。いやー俺似合うよこのバイク。さあ皆さん、今メデジンの外側のもう本当田舎の方、山の上にいるんですが、やっぱり山の上っていうだけあって、かなり景色がやばいです。皆さんも見て分かるように、これは本当に絶景です。これをまたバイクで行くっていうのが最高ですよね。バイクだと風を感じて、匂いを感じて、すべて体でこの美しさ、このアドベンチャー感すべてを感じれるので、もう皆さんもこれもう伝わってるかもしれないけど、むちゃくちゃ興奮してます。1日目です、たったまだ5分ぐらいしか経ってません。このツアーなんとガイドが2人もついてます。プロの、ガイドの方、まあ、バイクにも精通しててエンジニアでもあります。なのでバイクが故障しても全く問題ありません。まあ、当然保険なども全部入ってるし、ホテルなんかも料理なんかも全部ついてます。何も心配する必要はありません。そんなバイクツアーに今回参加してます。
朝雨が降ってましたが雨も止んでよかったです。ちょっとまた山の方をどん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 今から登っていくのでまた雨が降り出すかもしれないけどまあ大丈夫でしょう。しかし本当にこのバイクいいね。さっき降りて話したけどやっぱオフロードのバイク欲しいよねっていう話になって、いや俺らまあ 250cc の、ね、オフロードバイク持ってるんですがそれでやっぱり旅したいなっていう気持ちが今かなり高くなってます。うわーホースイース、おお。ちょっと村みたいなところに出てきましたね。小さいレストランがあったり家が増えてきましたね。しかしこれ結構道細いよね。これ対向車来たら結構ギリギリよ。コロンビアにはこのこれなんていうの、このバンプっていうんだっけ、これが結構あるんですよ。おおお、多いね。ここなんてわお車1台しか通れないですよ。 Thank you。 わお、これはもう泥がすげえな、ここ。おお、やばいねこれオーケー、オーキドキ。今から行くのはソンソンっていう場所で、ちょっと前までゲイラがそこを支配してたんですよ。なので危なくて誰も行けない場所でした。でそこをコーヒー栽培してるコーヒーゾーンなんですが、今はゲイラがいなくなってなんとそこに行けるようになったらしいです。いや楽しみですね。まだここに行ったことがある人って少ないんじゃないの、わかんないけど。で美味しいコーヒーが飲めるんじゃない、コロンビアといえばコーヒーですよ、楽しみ。To get there, we need to go across Medellin City, which, guys, I gotta tell you, driving a motorcycle in a city, it's quite a challenge here in Colombia. Bikes, they don't care about rules, they just go right, left, whatever they wanna do, they do it. So, this is gonna be interesting. コロンビアすごいバイク人口多いイメージがある。なんかもう走ってるとバイクがすごいいっぱい走ってくるからね、こうやって見た結構こいつら危ねえんだよな、ひょい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 すり抜けてくるから。俺はね車をここで運転したいとは思わない。あ、これは貧困層が住んでるところですね、昨日いた場所です。コロンビアの煽り方って日本のレベルじゃないんですよ。むちゃくちゃ近づいてくんの、もう本当にあのクラクションとかもすんごい鳴らしてくるし、むちゃくちゃ近くに寄ってくるから本当に怖いんだよね。その割にはあんまり事故は見ないっていう不思議な場所ですが、おい見た今の、慣れてる人にとってはもうへっちゃらなんだろうけど、今回のツーリングは 2,4,6 人でツーリングしてます。でこの人は DR、 スズキの DR650、 これまたかっこいいバイクですねすげえかっこいいです。オラ、いやまさかのコロンビアでこんな車のすり抜けをやるとは。おわおい、わあ車多いしバイク多いし、すごいね、大渋滞ですよこれ、むちゃくちゃ混んでますって。コロンビアのレベルが違う、ほらもう自転車の方が速いもんThis is Colombian traffic guys, and this is the way motorbikes get aheadWe're not driving on a lane, but we're driving in between the cars. Oh my god, this is crazy. Crazy but fun. It's all part of the experience. Wait, 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 wait. Oh, but ne. みんなオラオラすぎるからこんな交通渋滞起きるんだって。やばいこれ。おい。オリちゃん攻めるね、そこ無理じゃね、オリちゃんそこは無理だよ、マジ行ったこいつすごいな。
やっと抜けた。おお、めちゃくちゃだぜ。Wow, traffic here, it's crazy. I mean, if you don't have a motorbike, you can't move. It will take you hours, take you forever to get across the city. コロンビアスタイルかっこいいね。ああやってトラックに乗るんやね。コロンビアはこういった道路上の物売りがすごい多いです。ピカチュウいるやん。ピカチュウと絵文字の枕みたいなのがありますね。トンネルでかっ。むちゃくちゃ幅広いこのトンネル。何これでかっ。バイクショップ KLX の 50cc か、あれちっちゃいやつがありますね。こんなちっちゃいのあるんだね。バイクショップすっごい多い。向こう側にもあるし、ここにもあって、後ろも KTM とかあるね。いいね。もうバイク熱がむちゃくちゃ上がってます今。これだけ都心でこれだけまあ車がある中でこんなにやっぱり緑がいっぱいあるっていうのは本当に魅力的ですよね。 I think we're finally leaving the city, guys. At least there's not much traffic jump. It is crazy here in Colombia. I mean, I grew up here. I drove here for many years before moving to Japan. But I mean, after 5 years in Japan, driving across the city with traffic jam, it's crazy. メデジンの街の中心から離れて今どん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 山を登っていますが、気候が当然ちょっと変わってきましたね。雲がまあ出てきて、ちょっとさっき晴れたんだけどまた雲が出てきて涼しくなってきた。もうここは超快適なライドができますよ。もう車も全然いないし、今60キロぐらいで走ってますが、いいね。すごいくね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 山を登っていきます今。We left the city behind, guys. Look at that down there. You would think Colombia is hot, but we're actually pretty high in the mountains, so it's pretty chilly today. It's drizzling a little bit, and we're gonna drive to pretty high places, so it's gonna get cold. Wow, 雨が降ってきた。やっぱ山になると山って結構気候が違うよね。変わっちゃうよね。Gracias. いやもう2時間ぐらい走りましたがね、むちゃくちゃ楽しいです。こんなにやっぱりバイクってもう最高ですよ。だからやめられない。日本じゃなくてコロンビアでまたバイク再開できたことを本当に嬉しく思います。そして前の動画で南米縦断するよって言ったと思うんですが、その今予行演習をしている気分です。いや楽しい。これWe're gonna be riding for 40 more minutes before stopping for lunch. The sky is clearing up a little bit, still cloudy, but no more rain, guys. Here we go! I was talking to the guys a while back and I asked them if they have had Colombians doing this tour, you know, because these tours are mostly for foreigners coming to Colombia. And no, apparently I'm the first Colombian to be on this tour. So I guess there's always a first time for everything. Colombia ではバイクは今のところね、バイクは高速道路無料です。コロンビアでバイクで旅をするなら今だけかもしれない。今がチャンスかもしれないね。今度はどんどん山を下っていっています。周りは山だらけ。ちっちゃい店みたいなのがところどころにあるけど、もう田舎なんでしょうねきっとここも。ただやっぱり景色はもう絶景ですね。どこ見てもむちゃくちゃ綺麗。日本だと山がなんかブロッコリーみたいになってるじゃないですか。木がむちゃくちゃ生えてもう森がグワーンみたいな。ただここは芝生がすごい綺麗なんですよね。山がブロッコリーになってなくて山が芝生になってるんで、結構見ててうわ綺麗だなって思いますね。木材の加工とかが人気、有名なんでしょうね。ここは木材を使った加工所、木工細工っていうの
そういった店が立ち並んでますね。見てください、この檻の勇姿、このかっこよさ、檻のこのバイクの姿、これをかっこいいなと思った人、どん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 グッドボタン、そしてコメントをどんどん書いていってください。はい、バイクのすり抜けスタートです。おい、対向車怖え、すごいねあいつ、やるね。皆さん、今回の僕らのバイクの旅では、ぜひ僕らと一緒にこのバイクで旅をしている感じをぜひ味わってもらいたいと思います。コロンビアは全く日本とは景色が違うし、食べるものも違いますので、当然どんな感じの旅になるのか、皆さんぜひ楽しみにしててください。ただバイクで走るだけではありません、当然いろんなところを見て回ります。すごい、もうここでしか、コロンビアでしか見れないものもいっぱいあるんで、それも楽しみにしててくださいよ。おお、にぎやかだね、ここはいろんな店がある。天候がすごい変わりますね、やっぱり山を登ったり降りたりすると。ここはもう晴れてて気持ちいい。このバイクの旅では当然プロテクションもがっちりしてますよ。もう肩にもパッドが入ってるし、膝にも胸にも背中にもパッドが入ってますんで、バッチリです。すごいね、コロンビアってこういう建物多いよね、このボロボロの。あ、誰か住んでるんですね。うわーお、すっごいところに着きました。うわーお、わお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 、超綺麗、やばこれ。Oof. So amazing, this place. Yeah, this is a place we're gonna be having lunch in a while. And it's a very rural area in the outside of Medellin, and there's a beautiful waterfall. ここ最高に気持ちいいです。本当に素晴らしい。コロンビア is beautiful. One of my favorite things in Colombia. パタコン、オガオ。白身魚美味しい。何の魚かは分かりません。けど美味しいです。Here we go again. We're gonna ride for about 3 more hours before we reach Sonson, which is the place we're spending the night today. The roads here in Colombia are in pretty good condition, I would say. Once you get off the city, you find these well-paved roads. I'm pretty surprised to see that because in the city, you know, there's a bunch of holes everywhere.So it's not that fun riding. Today we're gonna be riding a little bit off-road. I personally haven't ridden off-road myself. Kaito, neither, I guess. Well, in Japan, everything is paved. So this is gonna be our first time. And it's gonna be interesting because it's been raining a little bit this last couple of days. So it's not gonna be easy. It's not gonna be easy, but it's gonna be fun. It's gonna be definitely fun, yes. I guess this is...Bienvenidos a La Ceja. So we have arrived to a town called La Ceja. Not too many people live in here, small houses. Look who's here. Kaito looks so good on this motorbike. Wow, what a beautiful little town. Look at that. Yeah, like all towns in Colombia, this is the main square.There is a church there, and there are like small restaurants, coffee shops,
Wow, すごい綺麗ね。ラセハ。Who would have thought? I've never heard of this town. Yeah. This little town has everything you need. There's even basketball courts, soccer fields, lots of supermarkets. I mean, this is more lively than Yamaguchi. Yamaguchi is supposed to be a city and this is a town, but it has way more shops than Yamaguchi.ハープニング発生です。はい、ヘッドライトが取れちゃったけど、こういったトラブルの場合も直してくれる人がいるんです。わーお、もう見て、またこの景色の美しいこと、すごいよ。These mountains in Colombia are beautiful. There's a bunch of cows down there, horses, so much green around here. It's amazing. It feels really good to travel on a group. It's the first time Kaito and I are traveling on a group. It's usually the two of us touring. So it feels good, yeah. And for once, we don't have to worry about where we're going to spend the night, what we're going to do tomorrow, where we're going to eat, because these guys from Colombia Motor Adventures have everything covered for us. It's amazing. The guides we're with on this tour, Eddie and Brian, are super helpful, super kind. I mean, we couldn't have asked for a better team. We have reached another town. It's called La Union.There's a lot of people like having these rural houses here. Maybe it's a popular destination to come from Medellin and spend the weekend here. I don't know, but the views are amazing. ちょっと待って、急に馬が現れたね。馬をバイクで連れてくってどういうこと？そんなことありますか？初めて見たよ、馬をバイクで連れてくって。うわー、絶景よ。見てこれ、皆さんコロンビアにこのイメージ持ってました？俺は少なくともこんなイメージはなかった。ただすげー綺麗。There's so much of this country that I don't know. I mean, this is all new territory for me. Guess we're waiting on the others here. Ay, yo estoy como llena todavía. Yo estoy llenísima todavía. Gracias, sí. Bueno, vale.We're stopping here for 5 minutes, take a rest. They sell fruit here on the road. Some peaches. Nice. This is like traditional sweet. It looks like panela, like kokuto, maybe. I'm not sure. Pears, apples, mandarins, mangoes, and we got a little friend here. Hey, doggy.This is the Colombian combini, guys. We're parked here on the side of the road. And guess what Kaito's doing? He's taking a pee. ちょっと、プライベートですよ、ここは。Private business. We're back on the road again. Maybe an hour and a half still to get to Son Son. That lady, the owner of that little shop,next to the road was very kind. He lent me her bathroom. I'm pretty lucky because usually when you get out of the city and on this type of road, you know, there's no bathrooms out here. It's not like in Japan where you would find a convenience store every a couple of kilometers. Here, there's nothing, you know. For the guys, it's easy. They just have to go on the side of the road.
The sun is finally out, guys. There's barely anyone on this road. Speaking with the guys a while back, he told me tomorrow we have a long day of off-road. Just a little bit of the pad will be paved, and then we're gonna have a long day of off-road. That's gonna be my debut. Nice. Well, if you guys know of an off-road terrain, of an off-road place in Japan, please let us know in the comments. Now that we have off-road motorbikes in Japan, I'll definitely like to try that over there. Let's see how it goes here in Colombia, and then I'd love to do it in Japan. Look at that stream. Whoa, this would be impossible with Clapman here. My motorbike would have been dead by now, and my butt and everything would have been dead by now. I'm happy with this motorbike here. It's a good one for Colombia, I guess. You know, guys, in Colombia, riders don't say hi to each other. I miss that. Japan is great in that way. That waterfall, I don't know if you guys can see it, but it's huge and it's coming from the top of that mountain. I just missed the sign, but I think we're finally in Sonson. I think this is it, guys. I'm not sure though, but I think we're arriving. This might be the town of Sonson. It's almost 5 p.m. and the weather is changing pretty fast. It looks like it's going to rain soon. We might be arriving soon though. There's so many of these speed reducers here in Colombia. There's a church here. A bunch of mud. What happened here in this town? Oh my god. Oh yeah, this is it, guys. Look, Sonson. Says right there, Sonson. This is it. Wow, it's pretty nice. This is a nice town. Ooh. Wow, I didn't expect this town to be that crowded. There's a lot of people here, a lot of people. Wow. Oh, this is the main square. This is it, guys. The main square of Sonson. Beautiful. Beautiful. These little Colombian towns are beautiful.今日泊まるホテルエルテソロ、意味は宝物。その名の通り、もういろんな宝物が壁中にあります。コンセプトごとにきっと分かれてて、医者ブースみたいな、子供ブース、ミリタリーブース、軍隊ブースみたいなね、面白いね。僕たちの部屋です。やっと着きました。
6時間ぐらい走ったの。おお、5時間。5時間そう。まあ余裕ね。そう、余裕余裕。部屋も最高です。もうなんかすごいセンスあるね、この部屋も。このここから見える景色も面白いです。なかなかいいコンセプトのホテル、僕は好きです。ここに、キングサイズのベッドがあって、そしてこちらにトイレとシャワー。We're gonna go park these babies. Well, I prefer these small towns over the big cities.Fuck this baby. I wasn't expecting this town to be this crowded, these too many people. いっぱいいます。まあ週末っていうのもあるね。土曜日だもんね。So yeah, I think that's why people from the nearby communities come here on the weekends and maybe have something to eat and drink.俺が一番信じられないのは、ここが昔ゲリラに実効支配されてたってこと。It's amazing. Now it's such a peaceful place, you know, people living their lives normally. But maybe 20 years ago, it wasn't this way, guys. 街の作り方がすごい面白いです。教会があって、その向かい側に公園があって、それが中心になって、その周りを商店とかホテルが囲んでる。It's the same for every town in Colombia. Every little town is like that. すごい綺麗だと思う。しかも電線が一切ない。だからすごい綺麗だよね。音楽がすごいこの村。ガン。Every town in Colombia. I don't know why. They're super noisy. Oh no.The local bus takes people and food up this mountain. A little bit too big for this town. Cheers. Cheers, baby.上手と肉ね。ビールが進みます。Good morning, guys. It's day two of our motorcycle trip around the Colombian coffee region. We are getting ready. Kaito is preparing our water here. 大切ですから。 And we're getting our bags.Ready over here. 今日はだいぶ激しいツーリングらしいので、それに備えて汗飯食ってきます。Wow. It's beautiful today. Oh, there's a bird there. It will be a perfect day today. Yes. Good morning. It's on for 8 hours. It's time to ride.さあ始まります、バイクアドベンチャー2日目。今日は大自然を堪能します。おお、今まで見たことない、日本では絶対見れない、コロンビアでしか見れないところを今回も紹介してくれるということで、むちゃくちゃ楽しみにしてますよ。Are you ready? 今日も一緒に誰も行ったことないアドベンチャー楽しみましょうよ。Let's go! Okay, here we go. Live in the parking spot. Today is day two of this motorcycle adventure across the Colombian coffee region. We are leaving the town of Sonson and we're heading
towards the páramo of Sonson, which is the Colombian tundra. It's higher elevation than what we are right now. Apparently the views from there are amazing. We're gonna take a look at a huge canyon from the top. That's gonna be fun. From there, the plan for today is to ride down to the city of Nariño. It's gonna be warmer down there. We're gonna visit some hot springs there. That's where we're gonna have lunch today. If we have time, we might swim in the hot springs, but if not, later on this trip, we're gonna be visiting more hot springs. So I'm excited about that. We are going to ride off-road for the first time. Most of the road today is gonna be off-road, I think. Excited about it. The destination for today, it's a town called Pennsylvania, which is pretty high in the mountains, about the same elevation as the town of Sonson, where we spent the night last night. I guess it's gonna be chilly at night, just like last night. It's a beautiful day today. I just got something in my mouth. Let's close this a little bit. Yeah, I was saying it's a beautiful day today. Yesterday when we got here to Sonson, it was cloudy, there was a lot of fog. But today, look at that. The mountain, the sky, it's almost clear. We still have a little bit of clouds, but that's fine. We can see a little bit of the sun. It's not as cold as yesterday. It might get a little bit colder as we climb up the mountains, but then as we descend, it's gonna get hotter. Woohoo! Let's go, baby! Whoa, look at these holes. Okay. Hey, buddies! The road here, it is paved, but we have this parts where it is unpaved, and honestly, I'm enjoying this, you guys. If I were driving my car, it would be like, oh no, this is bad, let's go slow, nice and slow. But with the motorbike, it's like, let's get in there, baby. Yeah, look at that. Woo! And it rained last night, so it is muddy. Look at Kaito putting his legs up. Ooh, it is muddy, guys. Okay. Another piece of paved road. Look at these little farms out here with the horses and the cows. Whoa, baby horse. Let's go. Seems like we're starting to go uphill. Yes! Ooh, guys, this is so much fun! Wow! Colombia is a paradise for riders. Wow, 日本の皆さん, 本当にコロンビア聞いてください. Mwah, my beautiful husband is sending me a kiss. Guys, the views are getting better and better. Look at that. What you see here, I think it's a bunch of avocado trees. It's a very popular zone for growing avocados. The climate completely changed. As soon as we went through that curve, look, everything is covered up. It was sunny and now it's foggy everywhere. Look at that. We cannot even see the mountains down there. Wow. Crazy. We're stopping here, waiting on everybody, I think. Wow, we can't see a thing. We were supposed to have stunning views from here, the whole canyon, but this is all we see, guys.
俺が見えるでしょ。Beautiful view though. This is the group of motorbikes today. All of them. And we're currently at 2,750 meters above sea level. I'm making up why these icons are here, the religious icons, and I'm just making it up because I'm not Catholic, but one good theory is it keeps you from jumping off because you need a priest to give you your last rites. The other thing is just every opportunity to remember God. Yeah, it makes sense. So that's my, but maybe you should ask somebody who actually knows. Yes. Normalmente aquí tenemos la costumbre que donde hay páramos, o donde hay partes religiosas, hay símbolos de religiosos. Okay. Es como significan como protección y como algo que tranquiliza a las personas. Mm-hmm. Okay. Cierto, es como eso. Cierto. Wow. 前が全然見えないぐらい霧がすごいね。こういう時、こういう時に限って穴がね、いやもうすっごいね、前方も下も気にしないと危ないっていう。うわ、本当に霧がすっごい濃くなってきた。檻がギリギリ見えるか見えないかぐらい。おお、うわ、見てよこれ、全然前見えないじゃん。この霧がなかったらすっごい景色がいいんでしょうけど、まただけどこういったね、霧の中走るっていうのもまあ一つ面白いところではありますね。やばい、いよいよ本当に檻しか見えなくなってきた。ここ本当に気をつけないと。檻がだいたい10メートルぐらい先のところにいますが、檻の次の人が見えないですね。霧が晴れた。オッケー、オッケー。こんなに変わんの急に。おそらく250、僕のバイク川崎の 250TR ですが、 250TR でもオリの GB250 クラブマンでもこの道はマジ辛かったと思う。まず TR に関してはこの坂登れなかったと思う。まあ降りるのは大丈夫だけどね、登るのはマジ辛い。でクラブマンに関しては振動で多分2時間ぐらいでもう疲れるんじゃないかな。いや本当にやっぱりこういう長旅は、長距離のね旅はやっぱりオフロードに限りますね。オフロードの、まあ、できたら 650cc のバイクぐらいが僕はいいなと思います。あのちょうどオリの前走ってるのが 650cc なんですよ。スズキの DR650 かな名前が。でコロンビアでは警察があのバイクを使ってます。霧が晴れてすごい景色が、下が見えるようになりました。ちょっと景色を見てみましょう。おや、おー、 This is beautiful. Just got the first views of this huge canyon here because it is completely covered and the fog is coming down here, so we're not gonna be able to see anything in a couple of minutes.川の音も聞こえて、多分下にでかい川が流れてるんじゃない。気持ちいいね。さっき全然見えなかったでしょ、前。全然見えなかった。全然見えなかった。本当に。オリしか見えなかったよね。オリの前の人全然見えなかった。ジョンが見えなかった。そうね。Wanna live here? They're selling this land here. さあ出発。すごいね、崖崩れ。恐ろしいね。石の大きさがめちゃくちゃでかいんだけど。おお、見てこれ。うわー。走ってる途中にこんな大きさめちゃくちゃ怖いよ。コロンビアで運転するときはいろんなことに注意しないといけないね。土砂崩れ、そして、道路の穴、そしてまあミスト、ミストじゃねえ、あれだぞ、霧がすごいとき。わお、オーマイガード、わお、デモリだ、スーパー綺麗です、スーパー綺麗です。
おお、急にすごい道になった。一気にアスファルトじゃなくなりました。完全にオフロードコースです、これは。すごいね。おい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 、オッケー。まさかこんなオフロードを通るとは。オリにとって初オフロード。ちなみに俺も初オフロードです。これすごいね。おお、わお、見てください、これ。やばい、最高に気持ちいい、これ。小川が見えて、小川沿いを今走ってます。うわ、気持ちいいね。今道路は車1台しか通れないぐらいのスペースしかないけど。おい、オリちゃんかっこいいぜ。オリちゃんかっこいい。最高のツアーですよ、こんな。オンロードもあって、オフロードもあって、やっぱ違うね。OK、 OK、 初オフロード。オリも喜んでるね。いや、初オフロード、オフロード楽しいね。いや、これオフロードにハマるかもしれない。コロンビア人はみんな気さくですね。挨拶をしてくれますね。こっちはバイクの挨拶の習慣がないと思ったらあるんですね。例えば日本ではバイカーがすれ違うとき、ほとんどの場合挨拶しますよね。ピースサインをしたり手を振ったりっていうことがありますよね。こっちでもなんか最初ね、危ないよっていう意味でクラクション鳴らされてるのかなと思ったんですよ。ホーン鳴らされてるのかなと思ったら、いや違うらしくて、バイク同士こっちではすれ違うときはホーンを鳴らすらしいです。クラクションを鳴らすらしいですよ。面白いですね。国によってまたバイク同士の挨拶は違うけど、バイク同士の挨拶は一応あるということですね。もう町に着きました。町？村か。小さい村に着きました。人結構いるね。人と馬がいっぱいいる。面白いね。ガソリンスタンド。わあ、ちっちゃいガソリンスタンド、ローカルな感じが。すごいね。ガソリンスタンドの近くに馬って面白いね。これ何用なんだろう。何なんだろうね、こういう馬って。わあ、人がすごいいっぱいいる。にぎわってんな。今日はちなみに日曜日です。いいね、活気があって、あ、いろんな店から音楽が聞こえてきますよ。ここは街の中心でしょうか。これはバスですね、多分。道の割にはバスの幅むちゃくちゃ広いよね。すごいにぎわってんな。市場みたいのもあるね。あ、ここは市場でしょうか。あ、市場ですね、多分。すっげえじゃがいもの量と人参、ちょっと量はすごいな。オッケー、ちょっとここでブレイクしましょう。まあここに駐車したら誰も出れないけどね。関係ないんだろうな。 OK、 おーい、さあ、ナリニオというすごい小さい村に、町に着きました。すっごい賑わってます。日曜日っていうこともあるかもしれないですけど、市場が開かれてたり、いろんなものが売られてますね。おい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 、ヒスピン30 liters there of tea. これが村っていうことなんでしょうね。すっごい賑わってる。In the small town of Nariño, we got to visit a coffee growers cooperative where they took us on a journey of discovering to the world of Colombian coffee. They show us how they select and price the finest coffee beans. 44キロ2万円ですよ。たったの2万円。And even gave us a taste of their delicious brew. Cafecito time. But did you know that the best coffee often goes abroad
leaving the not so good beans behind in Colombia? クオリティのあんまり質があんまり良くないコーヒーがこれ。質がいいコーヒーがこれ。質の悪いやつはコロンビアで飲まれて、いいやつは寂しいね。海外で飲まれます。Not only did we learn a lot, but we also had the opportunity to get hands-on with it. Quanto me paga para esto? Duro. Mal, mal, mal. Mal. De? Gracias. Time to go, guys. Bye, little donkeys. Our next stop would be the hot springs, and that's where we're gonna have lunch today. We are at a lower elevation now, so it's pretty hot here.The road. Oh my god. Just wish there were more paths like this in Japan. That would definitely be worth it for an off-road bike. Woo, look at all this mud. Woo, woo. Oh my god, a dog on the bike.Hey, honey. Hey. Oi. ちょっとこれはなかなかですね。There is a chiwa ahead. This is a chiwa.And this is basically、the local buses here in rural Colombia. This is how people go from one place to another and how they transfer food、in these regions. We're stopping for gas. Even in this place, we can find a gas station. Crazy.Wow. Look at this view. Wow.あそこに川が流れてて、わあすごいね山、わーお。エンパナディタス。うん、美味しい、本当に美味しい。サムイリカス。¿Cuál es el secreto? Mucho amor, mucho amor. Mhm. Plantains. おーい。ジョンすごいね、うまいね。オッケー、このエンパナス最高に最高に美味しかった。またオフロードガンガン行っちゃうよ。すごいね、三輪車。三輪車の後ろに犬が乗っかってたけど犬どんな思いをして後ろに乗ってるんだろうねえー、ほらおりちゃんかっこいいぜおいおいおい、ここはちょっと岩がすげえおお、今度は泥ゾーンですよ。泥は本当に嫌い。まずその一つ、今回の旅にブーツを持ってきてないっていうね。でもう一つが滑るからちょっと待って、降りの泥がむっちゃかかる。おお、わお、滝も流れてるよ。滝、滝とまで いかないけど、うわすごいね。おい水ゾーン、おいおい、すごいねこれ。滑ったら終わるよ。
見て、滑って落ちたらすごい崖。さあ何があるんでしょう。わお、わお、すごいね。こういった滝がいっぱいいろんなところにあります。むちゃくちゃ綺麗。猿がいっぱいいますよ。ちっちゃい猿見たことない。なんだろう、メガネ猿。わーお、わー、かわいい、むちゃくちゃかわいい。ていうか何あの猿。わーお、わーお、うわー、水、ほい。うわー、ここやべ、むっちゃうんこ踏んでしまった。馬のうんこ踏んでしまったよ。これがカカオの木ですよ。カカオすごいね。初めて見た、生のカカオ。乾かしてるのはこれらしいです。これがチョコレートになるんだね。全然甘くなさそうだけど。 Hey there, there's traffic on the road. かっこいいね。これがカウボーイってやつですか。うわー、すごい。わあ、景色が開けてすごい綺麗。わあ、このダートコースを行った先にはすごい綺麗な景色が広がってます。皆さんどうですか？オフロード経験皆さんありますか？僕らは初めてなんですが、意外と行けますね。まあオフロード、もっとすごいオフロードもきっとあるんでしょうけど。これは楽しい、本当に楽しい。普通の道路を走るよりも全然楽しいです。来た、これ、うわー、やべ、これはやばい、これはすごい。ちょっと待って。 OK、 うわ、バスが来たよ。バスじゃない、トラック。ここ通るの、すごいね。不思議なのがこんな道路を、まあ、僕らみたいな、おお、すごい、おお、ギリギリよ。スピード出していったら危ないね。そう、不思議なのがこの道路を普通のバイクで行くんですよ。僕らみたいなこんなオフロードのバイクじゃなくて普通のタイヤで走ったりしてるんですよね。よく滑らないですよね。やっぱり慣れるんですかね。すごいですよ、現地の人たちは、住民たちは。これはやばい、この泥はやばい。オリが難なくいったのすごいね、オリ。おお、この道やばいでしょ。おい、おい、おお、来た、これ、おい、おい、おお、おお、持ってかれる、タイヤむっちゃ持ってかれる。いやー、俺が勝利したように片手を上げましたね。おぶね、おぶね。さあ、まだ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 続きますよ、このデスロード。いや、すっごい、やばいね、この道。うわあ、うわあ、うわあ、見てください、オリオ。やっべえとこ入っちゃった、やっべえ、やべえ、ぶねえ、あぶねえ、うふ、すごい崖、あぶねえ、やばい、滑った、ぶねえ。おおおお、あぶねえ、あぶねえ、持ってかれた。超あぶねえ。完全にこれ道をちょっと外すと持ってかれますね、タイヤ。スーパードローのところはちょっとハンドルをひねっただけでつるんっていきます。おお、おお、いいね。これがコロンビア流の挨拶の仕方ですよ、皆さん。小川が出てきました。すごい綺麗。わあ、ここすごいね。なんか幻想的な場所ですね。緑がいっぱい。
わーお、わー、すごいな、すごい綺麗。うわー、なんかこの開けた感じ最高に綺麗です。オリと一緒に走ってるよ。わーお、最高に綺麗。おぶねおぶね、おぶねこれ油断するとスリップする。おいおーい、すごいね、大自然の中にある温泉なんでしょうか。わー、あ、崖崩れ、すごいんじゃないこれ。着きました。OK、 着きました。すごいところですね。ダートコースが終わって温泉に着きました。そんなに汚れてはないよね。意外と全然汚れてないです。すごい場所ですね。ここは川沿いにある温泉兼ホテル兼レストラン。すごい綺麗な場所です。うん。味がすごい濃厚で美味しいこれ。うん。It feels quite comfortable, you know, after riding on that off-road.For I don't know, maybe 2 to 3 hours already, and we still have 3 more hours of riding. I think it's gonna get dark by the time we reach our hotel. Well, it didn't last it for too long, guys. We are already. Ooh, this bus. We are already on this off road.Again, it's gonna be muddy, it's gonna be wet, it's gonna be fun too. Woo, it legs up. I'm gonna have my master's in motorcycle riding after this Colombian trip. Definitely gonna be a better rider by then. Woo. Woo. It's gonna be.Muddy ahead. Tuk-tuk driver is waiting on us. Woo! Hold on, tuk-tuk. Woo! Woo! Look at that. Look at Kaito.Puta! Oh man! Oh man! Woo! I think my pants are wet. Hey buddy!Buenas! Ooh, I think we're out of this paved road. Oh, the last tip! Ooh, didn't see that one coming. Okay.Nice guys. Woo! Crossing the river. Amazing views. Amazing. Amazing views.
Guys, I gotta say, this road, it's probably even more extreme than the one we took this morning. The amount of rivers we've crossed, like small rivers, but yeah, little ponds, woo, the holes we've gotten into, I mean, like you cannot even count. We spent hours riding along twisting roads. The scenery was breathtaking, but just as we thought we had conquered the road, the heavens opened up and we were drenched by the deluge of rain. It's so cold and now raining. Crazy. The downpour was relentless and we were soon soaked to the bone. Despite the difficulties, we pushed on, determined to complete our journey. It was an adventure like no other, filled with unexpected twists and turns. And then it happened. My bike slipped out from under me, and I crashed to the ground. Yep, it was my first motorcycle crash death. Just fell off the bike. My first time falling off the bike. I guess there's always a first time. And it happened right there. Whoa. This is hard, guys. ¿Es el mejor camino como acá? ¿Por dónde no? ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡Go, Bu! ¡Go, go, 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 go! ¡Go, go! ¡Go, go! ¡Woo! ¡I did it! ¡Go, go, go! ¡Oh, man! ¡I'm proud of you, Bu! I'm proud of you. As the rain continued to beat down on us, we had no choice but to keep moving forward. The conditions were treacherous, but the thrill of the adventure was palpable. We were completely soaked, but nothing could dampen our spirits. We were living for the moment and experiencing the thrill of the ride. こんなアドベンチャーなことはないよ。すごい、これが本当のアドベンチャーです。雨の中山を登り倒れ転倒し、それでも立ち上がってそれでも進む、これがアドベンチャーです。Say hi. Hola. Hola. For YouTube. Hello. 楽しかった YouTube. We finally made it to the hotel.We have even a jacuzzi tonight, which will be great for relaxing. And there's a lot of clothes we need drying, especially our shoes are soaking wet, you guys. Salud. Salud. Cheers. 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 Did you remember? Pa arriba, pa arriba, pa abajo, pa adentro, pa adentro, pa adentro. Pa adentro. わ雨がどんどんひどくなってってます。いやーな Guys, if I learned something today is wear protection when riding off-road.あれがなかったら本当に大変なことになってました。ただ雨ですっごい大変なことになってたけど、これがアドベンチャーです。そうね、そう、明日も楽しみ皆さん。 Good morning guys, it's day 3 of this motorcycle trip around the Colombian coffee region. The problem is today it is pouring out here. It hasn't stopped raining since last nightBeautiful mountains. Everybody's buying boots, even Eddie and Brian. Lisa got her boots. Daddy. Kaito doesn't want to buy the boots. みんなが雨が降ってるからってこの長靴を買ってますが、俺はいらないって言ってるのにみんなが買うから。Because our shoes are wet. Really? Cierto?
Okay. 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 Gracias. We are all geared up. あのお店、今日一日ですごいお金を儲けたと思いますよ。なんたって6足まとめて皆さん買いましたからね。新しいスタイルね、これはコロンビアのスタイル。It's like a farmer. ローカルの人、これで運転します。そうね、ローカルの人は。いや、これでもう、足をね、こうやってやる必要もないし。OK、 雨が止んだので出発します。まあ、それでも山の方に行くのでまた雨が降ると思います。なのでレインコート、そして長靴を履いて今回は出発します。ペンシルベニアっていうこの村、昨日暗くなったので紹介できなかったですが、すごいね、小さくて、また形は他の村と同じですね。教会があって真ん中に公園があって、その周りをホテルとか商業施設とかレストランが囲んでる感じです。小さい村で丘の上にあるみたいです。見てください、檻のこの格好。もう完全防備です。これで雨の中走っても全然問題ありません。お、ハニー、おい、グラシアス、優しいですね。チャオ、グラシアス。じゃあ行きましょう。見てください、この村かわいいですよね。ペンシルベニア、アメリカにもペンシルベニアっていう街ありましたよね。この坂を下った、この坂の両サイドにもうびっしりと隙間なくいろんな商業施設があるのは面白いですね。これコロンビア特有の街並みですよね。さあ、今日の最終ゴール地点はサラミナというところです。そこにたどり着くまでに約1時間半ぐらい、オフロードではなく普通の道路を走って、コーヒーゾーンを通ります。そして今度はまたオフロードの方に行って山を登って、山のかなり高いところにしか生存しないエコシステムというのがあるらしいんですよ。で、それがすごい綺麗らしくて、それを今回見に行きます。そこに連れてってくれるみたいです。楽しみです。本当に小さい村ですね。ちょっと村を外れるとすぐ山というか自然です。わー、相変わらず自然が、山のてっぺんが見えません。すごいね、霧がかって、霧がすごいかかってるね。雨は小雨です。ちょっとだけ降ってます。まあ、完全防備なので全然心配はないですが、長靴買ってよかった。日本円で1500円ぐらい、安くない。結局この多分バイクの旅だけに使って、もうその後は使わないんですが、まあその価値はあるでしょう。あと5日間も旅はありますから。今日は Day 3です。今日も楽しくなりますよ。昨日は道なき道を行きましたからね。あんなオフロード走ったの初めてですよ。そもそもオフロードを走ったのは初めてなのに、あんなすごいねオフロード、しかもなんか途中競技みたいになってたしね。雨というかもう土砂がこうぐわー来てる中で、水がぐわー上から流れてる中を坂を登る、その登ってる最中にオリと、まあ、リサが転んじゃって転倒して、すごい転倒の仕方をして、オリが俺の目の前だったんだけど、その転倒の仕方がもうなんかもうスルンみたいな、ツルンステーンみたいな、もう横からバッサン倒れてて、もうむちゃくちゃ怖かったんですよ。みんな今回膝も肘も背中もプロテクションは完全につけてますので問題ありませんが、オリの足はちょっと腫れちゃいました。わあ、雨が全然止まない。これもう昨日からずっと雨が降ってるんですよ、ずっと。しかも昨日の夜ご飯食べに行った時なんかむちゃくちゃすごい雨が降ってて、夜行ったレストランの人は、あ、これはもう全然夜中の1時か2時ぐらいにはもう止むから明日は大丈夫だよって言ったけど、朝からまた雨ですよ。もう本当に雨だけは嫌。そして今
こんな道で普通のねアスファルトがちゃんと引かれてるんで大丈夫ですが、アスファルト1時間半だけですからね、その後はまたオフロードですから、そこで雨が激しくなったら最悪ですよ。また昨日の二の舞、大変なことになります。いやなんでこういうところに本当に住むんだろうね、本当に不思議です。昨日ジョンと2人のコロンビアのガイドと一緒に話している中で気づいたのが、日本って山の上に住まないですよね。基本的に山のふもとに住むじゃないですか。ただコロンビアって山に住むんですよね。山の上に住むっていう。わあ、見て、うおつながれてもいないですよ、牛が。うわー、すごい切りかかってきた。下が全く見えません。うわー、むちゃくちゃ切りがかかってるね。まあ今日は雨のスタートになりましたが、どんな一日になるんでしょう。今日もすごいアドベンチャー感たっぷりですよ。皆さん、オリに似合うバイク何だと思いますか。今乗ってるバイクが XRT300 ですが、オリにおすすめのオフロードバイク、皆さんもしございましたらどんどんコメントで書いててください。おーやべ、おい穴穴ぼこがすごい。どん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 広くなってる。最高に景色。Whoa, whoa, whoa! What happened here? Oh no!There's a huge landslide. It's a bunch of mud, trees. I don't know if we're gonna be able to do it because I'm not ready to drive in the mud. I'm just glad we bought these boots. Yeah, I sir. Barata, barata la cota y comercial.No, está Miguel, lejos sí, pero no, Miguel, dígale. I could maybe crawl up that mud bed. 完全なる土砂崩れで道が塞がれてもう通れません。バイクだったらもしかしたらギリギリで通れるかもしれないです。Amazing! Yeah! Oh,
awesome. Four more. Five more. But at least we can get through. Bike number two going. My bike's coming. Gracias. Drinks are on us tonight. Yes. Thank you so much. I know. You guys are wonderful. Muchas gracias. Thank you. Look at those tires. Man, they're muddy. Well, we made it out of that landslide. And now there's a bunch of mud on our tires. We need to go slow from here on. Buenas. These guys from Colombian Moto Adventures are really the best. I mean, they're super kind, super helpful. Whenever we fall off the bike, they're right there to help you up. I mean, they're prepared for anything that happens on this road. We even got across that landslide. Ooh, I'm so glad we came with this, with Colombian Moto Adventures, and we couldn't recommend them more. Hopefully, we won't find any more landslides on the road. We'll see how it goes. And hopefully no more rain either. I gotta say, I'm super happy we bought these boots. I wanted to buy them, Kaito didn't want to buy them. I'm so glad we did. Really, I couldn't imagine walking on my sneakers on that mud, trying to go across that landslide. Woo! I'm so happy. 50,000 pesos, totally worth it. Wow, this landscape. Wow, amazing. I can't see a thing, but the water is coming in because it's raining a little bit. Wow, Colombia, you're freaking beautiful, man. I love this place. This view, amazing. Look at those mountains, all green with the fog. Wow, beautiful. Pure water from the mountain. This woman is living up here. Wow, lots of hens. The view is amazing, yeah, that's for sure. Ooh, ooh, man, that was slippery. I almost fall there. Ooh. Hey, little cows. One of the main industries in this region of Colombia is cattle. So that's why we see a lot of cows on this side of the mountains. And of course, coffee as well. There are big coffee plantations around this area. Ooh. My look, pure water coming out of the mountain. That's amazing. Beautiful. Ooh. Gracias. Wow, super strong waterfall. Plus it's been raining, so it's pretty big. The road is much drier now on this side of the mountain. Maybe it stopped raining earlier, I don't know. Just said that and look, still muddy up here. Wow, that waterfall. I don't think you guys can see it on the GoPro, but it's amazing.
Woo! Woo! Yeah, Beijing. That was a close one. There's people living out here, guys. You know, I remember when we were traveling in Japan to these rural places, you know, you barely see people out there. And out of the nowhere, you see one house and there's usually like elderly people living there. And I was wondering like how they managed to live out there, you know, for the grocery shopping, stuff like that. And now I come here to Colombia and I visit these places. Ooh. And I visit these places, you know, people living out here. You see the conditions of the road and you wonder, really, why do they choose to live in such extreme conditions, you know? And how do they do it, you know, when they have to go grocery shopping? There's no cable car out here. All they have is a motorbike or a horse, and it's maybe the closest supermarket is hours away. Wow. Those people are real adventurers. Wow, the view. There's even a small path going all the way to the top of the mountain. It's crazy. And back there we can see the wax palm, which are the tallest in the world. Wow, amazing. That was fun. There's poop, there's mud all mixed together. We're riding on mud and poop, guys. Woohoo! やっべえよこれ、やっべえよこれ。もう川ん中走ってるみたいだぜ。うおうお、あのタイヤ持ってかれるとかのレベルじゃない、もう。バイクごと水浴びしてますよ。いやー楽しいね。雨が降ってないだけいいね。これ雨が降ってたら最悪ですよ。すごい川が流れてる。ちょっとこの川を渡るの、やば、すごい川だぜ。おお、わお、滝、川、そして左は崖。そして上り。いろいろありすぎでしょ。オーケー、あれー、あーおお、おい、こんなところに。すごいね、かわいいね。おーい、おらー、わーおー、スーパーかわいい。おお、また村みたいなところに着きました。馬が出迎えてます。小さい村ですね。コロンビアのこういうカラフルなところいいです。そしてこういったジープをすごいよく見ますね。おお、すごいカラフル、いいねここ。わーお、町の中心に、あー、これが町の中心っぽいな。でみんなあのポンチョ着てますね、寒いのか。おい、ふぅ、Oh, look at me. Oh my God. They look so great.
Hay maquinaria, está abierto. Ahí pueden entrar. Claro. Pueden entrar. Bueno, ¿dónde? Arriba de la cooperativa, vea. Que allá es la fábrica. すごく穏やか、平和な感じがします。カラフルで綺麗で、おじいちゃんたちがポンチョを着てゆっくりとくっちゃべってるのがいいですね。おはようございます。You got a chocolate. Everybody. Oh. Okay. この colorful な街ともおさらばです。次の目的地に向かって出発。すっごい居心地のいい村ですね、ここ。いいね。おお、すごい坂。わーお、すーごい景色。信じられない壮大な景色。そして動物たちが自然にこうやって放牧されてるのはもう本当に美しいです。僕は世界一今幸せなお堂かもしれません。最高な気分です。崩れがところどころあるんだよね。おおおおおおお、 OK。 おー、すーごい、かなり今標高が高いところにいるね。ふわ、すっごいやこれ。視界も良好になって、むちゃくちゃ景色がいいところに出ました。皆さん見えますかこれ。辺り一面が丘と緑、そして世界一高い木、ヤシの木です。ところどころに家があって、うわー綺麗だな、絶景だよこれは。本当にコロンビアっていうのはびっくりするぐらい、うわー見てください、あれ、あの典型的な白と黒の模様の牛がいっぱいいますよ。結局オンロードというかアスファルトの道路は30分ぐらいしか続かなかったですよ。今またオフロードの道をガンガン走ってます。いや、しかし景色がすごい綺麗。あの街を出て約30分ぐらい走ってますが、すごい霧が深くなってきました。そしてまた当然オフロードです。うわー、下何も見えない。霧だらけですよ。すごいね、もうこの辺ちょっと、ここすごい、これはすごいです。There's no rain, luckily. We might, the bikes will sleep well tonight in the parking. Yesterday they had to sleep outside because nobody wanted to get wet to park the bikes.
so dirty. Wow. Just put this here. So gorgeous here. Look at this. Yeah. We've survived another day of road. 今日むっちゃ楽しかった。So, and we didn't fall today. Well, Kaito didn't fall yesterday, but I did. Today. けど俺何回もスリップしたよ。そうね。マジで危なかったからね。So, me too, but it was a lot of fun, guys. We're gonna relax for a little bit right now. まあ、しかもこのホテルも一番いい。今までで一番いいね。そうね。Cheers, my friends. Cheers. 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 Good morning, guys. It's day four of our motorcycle trip around the Colombian coffee region. We're lucky today because it's not raining. Yesterday we had heavy rain from the morning. So today it's going to be a wonderful day. Just gonna put some sunscreen on before heading on for breakfast. First breakfast. Morning. Buenos días. Solo. Era huevos con arepa. Y arepa. Time to get going, guys. We're lucky there's no rain at all today. We're gonna go and see this Walkspelm Valley. We have to go. We have to take the route we took yesterday to come here, about an hour and a half from here. Yesterday we couldn't see it because it was super cloudy, it was raining, but today we're gonna go there, visit it, and then we're gonna go down to Manizales and we're gonna stay at a hot springs hotel there. It is a beautiful place and I'm looking forward for that hot spring bath. This is a beautiful town here in Salamina. I don't know why there's no tourists here in Salamina, but it is really beautiful and it wasn't that cold. Most of the route today is gonna be paved. We are going down to the valley, so that part will be maybe mud, some rocks. It rained yesterday, so it's gonna be a dirt road. And then the road down to Manizales is gonna be fully paved. It's a little bit of a rest, a little bit of a change, because yesterday and the day before yesterday, we had most of the time it was, the roads were unpaved. Wow, these mountains on the right side are huge, man. And there are houses up there. I mean, I think the only way you can get there is by horse or if you have a motorbike, but look at that. Wow. You see that lady on the horse? Yeah, that's the only way out of there. Look at those guys. They have mattress, they have, I don't know, I think these are the people that live up here. And they bring all of this for their families. Wow, that bike is loaded. I don't know how they make it up this road. Being stopped. There might be a landslide or something. They're cleaning up the road. Okay. We can go now. Oh yeah, this bulldozer is working here. Oh yeah, they're adding more. Ox. Oh, doggy. Move, move. These dogs are attacking. Bye, doggies. Oh my god. Oh my god.
This is the first time the dogs come barking at us. They're usually super chill. ホテルを出て約30分ぐらいです。また山を登り続けてるんですが、霧が出始めて、まあ、視界が悪くなってきましたね。今から視界がいいからね、あのヤシの木を見に行こうっていう話だったんですが、ちょっとヤシの木見れないかもしれないね。やっぱり山って天候がすぐ変わりますよね。ほら、全然見えない。どうなんでしょう、下の方ほとんど見えない。まあ昨日よりはいいよ。昨日は完全に雨降ってたからね。まあ今はちょっと小雨です。おお、牛急に現れたちょこちょこ看板で牛注意だと思うんですがっていうような看板が出てるから、まあこういうことだね。牛が自由に歩いてるから気をつけて走ってねっていう。牛が大量みんなこっち見てる。いや、君たち何がそんなに面白いのっていう感じの目で見られてます。っていうか多いな、むちゃくちゃいるよ牛。また雨がひどくなってきた。レインコートを着て出発します。I get too focused on the mud that I forget to see, to look at these palm trees. Wow, they're huge and they're beautiful. Look at that.Oh, wow.
これが世界一高いヤシの木です。まっすぐ伸びてます。高さは27メートル、つまりビルでいうと9階建てぐらい。むちゃくちゃすごい、とんでもない景色ですよこれは。Everything I needed after those mojitos last night. Ah, it rains again. Okay, 雨がすごい降ってるけど、出発します。よし。Okay. 同じ道を今から戻って、直接、なんだ、温泉があるホテルに行きます。うふ、これはさっきと同じ道、ただ今回下り、さらに雨がひどいんでどうなるか分かりません。行ってみましょう。さあアドベンチャー始まるよ。おお、おお、すげえ。オーケー。ウッフォー。やったー。はい、わお。イエス。イエス、イエス、イエス。And I crashed to the ground. Are you right? Yeah. Not full, and this was not even to fall, but yeah. さっきの転んだ衝撃でギアが入らなくなってね。OK、直してくれました。おお、わお。見てください。You did it, honey jam!
た町？あれ違うな。なんだこいつ。As we departed from the town, a sudden downpour caught us off guard. The visibility was severely limited, with thick fog enveloping our path. Adding to the challenge, we found ourselves entering an active landslide zone. Despite the demanding conditions, we forge ahead, determined to outpace the relentless rain. ここ滑る。見てこの土砂崩れ。わーお。OK, here we go. またやばいぞ。雨が止んだ。オーケー。いやー、泥道はなかなか慣れないね。スリップしまくりますからね。おお、なんだこの鳥。すげえ鳥がいた。今からホットスプリング行きます。温泉があるホテルに行って、この4日間の疲れを癒したいと思います。なんかこう雨が止んで普通のアスファルトのところを走るともうちょっと泥を走りたいなっていう気分に、変な気分に今なってます。やっぱりね、こういう道って、ね、まあ、どこでも走れるじゃないですか。日本にもあるじゃないですか。けどああいった泥とか雨の中走るとかっていうか、雨の中は走れるけど、雨の中泥まみれの道路というか道をどんどん駆け上がっていく、または降りていくっていう経験っていうのは日本ではなかなかできないからね、楽しくてしょうがない。もっとオフロード行きたいね。このツアーに参加することでいろんな経験値、そしてどういったものが実際に旅に必要か不要かっていうのがどん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 分かってきます。いやー、この経験ができて本当に嬉しい。いやー、もう本当にオフロードが欲しくてたまらない今で、サイズは多分 650cc のバイクだと大きすぎるんだよね。300ぐらいの、本当にこのぐらいのサイズがいいです。ただ僕結構身長がでかいんですよ。183センチあるんで、膝がこのガードに当たるんで、もうちょっとシート高が高いバイクがいいなと思ってます。南米というかアメリカ大陸をそのうち縦断しますが、そのためのバイクをちょっとずつ探していきたいと思います。今回かなりスリップしました。まあまだこれからね、アドベンチャーコース、オフロードコースはいっぱいまだ走ると思うけど、今までかなりこけそうになりました。そしてみんなかなりこけました。普通にこけますよこんな。ただプロテクションとかしてるんで、オリもこけたけど大丈夫でした。クラッチレバーがひん曲がっちゃったんですが、やっぱエンジニアの方がいるんで整備してくれます。その場でガーッて直してくれました。すごいよ、心強いね。そういうのもすごい勉強になりますよ。あ、だからこういう工具が必要なんだなとか、例えば、クラッチレバー絶対用意しておいた方がいいとかね、予備でブレーキ
なアクセルワイヤー、ブレーキワイヤー、そういうのも絶対用意しておいた方がいいとか、本当にこの旅でいろんなことが勉強になります。アメリカ大陸を旅する時だけのためじゃなくて、日本を旅する時も必ず役に立つと思うので。いやー、あのヤシの木は本当に綺麗だったな。あの光景がもう目に焼き付いてます。忘れられない。すっごい綺麗だった。まあここも綺麗なんだけどね。もうこういうところ走り、ずっとこの4日間走ってるんで、もう見慣れてしまったけど、よく考えたらすごいところ走ってるからね。またオフロードコースかこれ。おお、まさかのアスファルトが引いてないところが急にまた出てきました。そして濡れてるよ当然。おお、オッケーオッケーオッケー、オッケーオッケー、オリちゃんオッケー。この時期は基本雨が降らないらしいんですが、結構っていうか毎日降ってるよね。初日は降ってなかったかな、2日目からずっと降ってる。まあ、今もちょっとパラついてますもん。来た来た来た、オフロード来た。おお、この土砂崩れやばコロンビアすげーぜびっくりするよね、土砂崩れ何回起きてんの、何箇所起きてんの。全国レベルで見たら本当にすごい数だと思う。 Guys, in 2 years of driving a motorbike in Japan, I've never fallen off of it. And now, in Colombia, 4 days of riding motorbikes and I've fallen twice. Of course it's not the same, right? Like we have been riding off-road and paved roads. It's a full adventure, you know. In Japan we have only ridden on paved roads. And you know, I think now that I fell off the bike and I know that it's okay, you know, that I didn't get hurt, I'm not scared anymore, you know. Of course because it wasn't bad, you know, it was just a fall and I didn't hurt myself. It would have been different, you know, like Kaito when he had that accident in Japan. It was pretty bad. So of course it's not easy to forget about it and then just be okay with it. I was just remembering how last year we were traveling in Japan by motorbike and we went to Mount Daisen. And I remember thinking how crazy that road was. You know, the curves, they were pretty hard. And now, like, that we're traveling here in Colombia is like, well, that's normal here, you know, like everywhere you go, it's like that. Okay, that was a long ride. 疲れた？ちょっとね。That hot spring is gonna be so good tonight. My God, you deserve it. That's where you're going. Manizales. It's actually not far from Cali, you know. Manizales. It's about maybe 4 hours. Really? Give or take, yeah. これは見ろ。また雨が降ってきましたよ。店でミロが頼めるって面白いですよね。日本だとミロ売ってるところなんか一切ないのに、ここだとミロはどこでも売ってます。渋滞はすごい、ラッシュアワーのせいだと思います。
わあ、これは。全然動かない。やばい。完全にラッシュアワーにはまりました。わあ。反対車線はすごい動いてるんですが、やっぱり大きい町なのかもしれないですね。最悪。Shortly after that, the cars began to move and we rode along beautiful green roads. There was hardly any traffic and we made amazing time. It took us only 15 minutes to get to our hotel. Just kidding. This is Colombia. Nothing went as planned. Let me tell you what really happened. About 15 minutes after the first roadblock, another traffic jam threw a wrench in our plans. また渋滞。渋滞が半端ない。As if that wasn't enough, the rain started pouring down once again, and we were soon stranded in yet another landslide. At that moment, the only thing that kept us going was the desire to soak in the hot springs. An hour later, just right after sunset, we finally made it to our hotel. Finally, we arrived. Oof. Oh, yeah. Oh. Wow. Wow.今日から2泊する場所がここ最高に気持ちいい場所です。ダブルベッドが2つ、このでっかいスペースで、まあ、ちょっと仕事もするかもしれないですが特に休憩します。そしてこっち側金庫があって、まあ、ちょっともう最近雨ばっかり降ってるので僕らの、何これ雨具を干してます。今でっかい鏡があってトイレがあってシャワー So, what's your opinion about this Colombian, Colombian sushi? Is it good? Mm-hmm. Really? It's really good. Mm. 日本ではない味です。そう。Good morning, guys. It's day 5 of this motorcycle trip around the Colombian coffee region. It's almost 6 in the morning. We're having an early start today since we're going up a volcano. We're leaving the hotel now. It is raining, unfortunately, and it's foggy, so I don't know if we're going to be able to take a look at the volcano and the view from the top. It's gonna be cold, guys, today. We're gonna go up to 4,000 meters above sea level, maybe even a little bit higher today. My gloves are wet from yesterday, so I don't know how that's gonna go. But anyway, I mean, you're here. This is a once in a lifetime experience, so I guess we're going anyway. On the way to the top, there is a natural hot spring. It's called El Ciflón, Hot Springs El Ciflón, and it's basically kind of a river flowing down the mountain, a hot spring river. Look at some pictures yesterday and it looks absolutely stunning. There's nothing there, it's a natural place. Yeah, there are no bathrooms, there are no place where you can put your clothes on or put your bathing suit on. Basically just nature, the hot springs and you. So yeah, I'm still not sure whether I'm going in or not.
because, I mean, I would love to go in, but after that we're heading to the volcano. So it's gonna be cold, you know, getting out of the hot springs, getting dressed there, it's gonna be freezing. So I'm still not sure whether I'm gonna do it or not. We'll see there. I guess I'll decide once I'm there. The volcano we're going to today, it's called Nevado del Ruiz. It is an active volcano, and it's actually the reason of one of the biggest tragedies here in Colombia. In 1985, that volcano erupted. It destroyed a whole town, a whole city, Armero. Many, many, many people died. The government was blamed for it because they ignore the signs of activity of the volcano. It's a big tragedy, and that volcano is still active, and that's the one we're visiting today. Last night we arrived here in Manizales. It's a big city here in Colombia. We got to spend the night at this beautiful hot spring hotel. And there are actually many hot springs around this area because of the volcano, right? Nevado del Ruiz. Morning rush hour. Let's go. Awesome. Bye. 50cc. That's cool. Ooh, water is pouring down that mountain. Man, it's raining, but we keep on going. Colombia is extreme. I think we have had rain every single day. Maybe except for the first one. Traffic jump. Oh, there was an accident. What happened here? Maybe there was an accident. Oh my god, this tree fell. Oh my god, this is crazy. Well, surprise! Thanks, Boo. Colombia, you have given us surprises every single day. Man. Keep an eye out, huh? Oh, yes. Gotta be careful. This guy is cutting the tree with a machete. Maybe the other one. Ooh, yeah, that one's dangerous, yeah. That'll be on the way back. Yeah, yeah, exactly. Yeah. Get ready. Ooh. Okay. Guess we're good to go. すごい経験です. We keep on climbing. This weather is crazy, honestly. Oh my god. We're just hoping for it to get better, but I don't think it's gonna change. Look, this land is falling apart. Landslides are pretty common here in Colombia, especially now.
I'm in. It isn't supposed to be a rainy month, March. The rainy season is supposed to start in April, but somehow everything's changing, so it is raining every single day. Wow, we're stopping again. I'm so glad we're in our bags because look at all these cars here. It's gonna be another landslide for sure. For sure. Another huge tree. This is crazy. Look at that. Oh no, where's the machete guy? 最悪。これ多分1個目2個目これだけじゃ済まないです。まだまだ多分ね、土砂崩れあると思いますよ。完全に当選簿。まだまだこれ多分倒れてくるからね、危ないと思います。どうするんでしょう今から。今回は多分木をどかしただけじゃダメですね。もう泥が全部来てるんで、どのぐらい時間がかかるかわかんないです。待て待て。Well done. That's our guy from Colombia Moto Adventures. Hey, aquí de pronto un poquito para cortarlo. Sí, aquí para terminar de cortar este pedazo. Arriba uno. My fault. That one, my fault as well, you know. That one. Anytime, yeah. No time. We're good to go, guys. Gonna be another one. Okay, let's go. ちょっとあったかい飲み物を飲みますここで。一休憩。これはすごい雨。Heaven.Hot chocolate. Looks like a soup. We're climbing. We're at the top now. I think this is terrible. This is good, but it's wonderful to see you guys. The sky actually is clearing up a little bit. There's not as much fog as it was down there. So this is a good sign, I think.Beautiful up here! Awesome! Wow, look at that! My hands are cold, but I mean, who cares? We're having fun. Wow! You gotta take some quick pictures, it's worth it. Yeah!
すぐそこの山は雪が積もってます。それだけ寒いってこと、もう手の先が凍ってます。ただ寒さではなく、もう興奮して僕は震えてますよ。もうすごい綺麗。スライカーアイスマン。 OK Let's go now。 実はこの火山1985年に大噴火を起こして、アルメロっていうこの近くの町が、火山灰で覆われてます。で死者が、確か2万人とか、そんなすごい数の死者が出てるんですよ。世界で確か2番目に、大きい火山でのその死者数を出してるはずです。で今もこの火山は活動してるので、活火山ですね。わあ、景色がすごい。で息がかなり消える。 4000m も高いんで、やっぱり結構ハーハー言いますね、ここ。わあ、景色がやばい。すげえ景色。むちゃくちゃ俺は感動してます。Just amazing。やばい。こんなに綺麗な景色は見たことない。正直景色を見て泣いてるのは初めてです。最高に綺麗。見て、わお、このすぐ左を滝が流れてます。ふぅおぉわぁ、すげえ。おぉわお、わお、crazy beautiful。ここに見える岩はもう全部溶岩らしいです。溶岩が固まってこういった岩になって、今こうやって滝が流れてるみたいです。すごいね。これも全部もともと溶岩。わお。来た甲斐があった。本当に来た甲斐があった。朝早く起きて雨の中走る甲斐はありますよ、これ。そして超ラッキーです。雨が降ってて、だってこれ雲がむちゃくちゃあったら、霧があったら何も見えてなかったですからね。うわー、嬉しい。本当に嬉しい。うわー、すげー、この
景色すげー、マジでやべー、なにこの景色、わあ来てよかった、やべー泣きそう、わあなにこれ、むちゃくちゃ壮大、世界にはこんな景色があるんです、うお、コップで、もう木の代わりに草原になって、このサボテンみたいのがいっぱい周りに生えてますね、すごい、自然の偉大さは分かりますよ、おりゃん、オーマイゴーッ、おーい、うわ、そうビューティフォmud. Buenas. There's kind of a river, but a hot spring river. Maybe about 2 to 3 minutes down this mountain and we'll be there. Doesn't seem to be a lot of mud, which is great.Chocolatico. Gracias. Con gusto. 硫黄の匂いがすごい。温泉です。うん、すごい。卵の腐った匂いがする。わあ。湯気がすごい。Oh, it's warming up my boots. Yeah, it's true. It's true. Wow. Woo.オーケー、じゃあ今から、ホットスプリングのホテルに行きます。この近くらしいんで、あ、20分ぐらいかな、道路の状況にもよるんですが、行きましょう。おい、そう、ツーリング、おお、うわーすげえ、おお、ギリギリ、おお、うわー降りギリギリ、ちょっと前まですっごい綺麗な景色だったけど、霧で何も見えなくなりました。オッケー、着いた。Gracias。はい。Oh, nice. Very nice. Ooh. Yeah, so nice. Yeah, 久しぶりの温泉、最高です。わあ、気持ちいい。
What an amazing experience. ここでは蜂鳥に餌をあげることができます。これがハチドリです。すっごい経験。超かわいい。もうすっごい嬉しいです。わあ、この温泉もよかった。さあ、今からホテルに戻ります。Gracias. ¿Le va bien? Gracias. OK.初っ端最高だぜ。まさかのまた土砂崩れなんじゃないのこれ。Another landslide. John, are you ready? Hágale que ahí va para adelante. No, empújensela. Adelante, para dónde. Ahí hay uno. Uy. Ya la máquina lo recoge. De la defensa, jale la defensa. En vez de echarla para atrás, échela para adelante. Rescue. ¡Va para afuera! ¡Hágale! ¡Duro, muchacho! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Ahí voy! ¡Adentro, adentro! ¡Está en cambio! ¡Hágale, hágale! ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡La fuerza parejo! ¡Ahí! ¡Ya casi! やっと通れます。やっと通れるようになった。もう1時間半ぐらい待ってました。もしかしたら2時間ぐらいかもしれない。もう周りも真っ暗になってます。うん。やっと通れた。30分で彼らはタイヤのチューブタイヤの修理をしました。むちゃくちゃすごいです。かなり頼れます。
ホテル到着。おお、朝6時から始まって12時間ぐらい走りました。最高です。いやー、到着。Good morning, guys. Good morning. It's day 6 of this motorcycle trip around the Colombian coffee region. We are at this beautiful hot springs hotel in the city of Manizales, and we're getting ready to leave the hotel. But first, breakfast. Okay, we're leaving the hotel now. So far, no rain, which is great, but it's kind of cloudy. So I don't know, it's gonna rain later. I mean, for sure it's gonna rain. Today we're gonna drive for about 5 hours up to El Jardín, which is a beautiful Colombian town, about 4 hours away from Medellin, which is where we started this crazy adventure. Today, it's gonna be 50% of the road is gonna be unpaved, and 50% is gonna be paved, starting with the paved part. We're gonna go to Rio Sucio first, which translates literally into Dirty River. And it's gonna be nice and warm. And after that, we're gonna go uphill to El Jardín, and it's gonna be unpaved. And it's gonna be probably a little bit colder, but not as cold as here in Manizales. We'll see. It's gonna be a fun ride. In order to get to Jardín and Rio Sucio first, we need to go across Manizales City. Maybe it will take us about 30 minutes to get across the city. I don't think there's gonna be a lot of traffic jump right now, since it's maybe about 11 in the morning. I think it's gonna be fine, but you know, it's still a big city, so you never know. Let's see how it goes. Well, traffic is not as bad as I was expecting it to be. I mean, I think we're not going like literally downtown Manizales, so it's fine. We're just taking some roads on the outskirts of the city, I think. They're pretty big, they're pretty large, so yeah, it's not really bad. By the way, all of my gear from yesterday is wet, like my gloves are soaking wet, even my helmet is wet inside, so I hope at least my gloves will get dry while driving. We'll see how that goes. We are now driving on what's called here in Colombia the Coffee Highway, and I definitely know why. I mean, the mountains there on the left are completely covered with coffee trees, and also banana trees and green and plantain trees as well. It is absolutely beautiful. What is this 50 thing here? Oh, the speed we're going at. This is one of the advantages of being on a motorbike. You don't have to pay the tolls here in Colombia. We got the speed pass. Awesome. 74 kilometers to Rio Sucio. There we go. I guess we're having lunch there then. Woohoo! Wow, this road. Driving a motorcycle makes me feel so free. Wow. It's not the same, really. It's not the same traveling on a bike or with a car.
Today has been the day that I've been able to enjoy the most of views. Not because they're the best, but because just because it is, we're riding on this beautiful paved road and I'm able to give most of my attention to the views and not to the rocks and the holes and the mud that is coming in front of us. Okay, voy a preguntarles, do you guys want to have lunch now or in Rio Sucio, which is an hour away from here? I can wait, but it's up to you guys. How about a coffee? Okay, what about a café aquí luego? ¿Qué café aquí luego? En Rio Sucio almuerzo. Yeah. We're doing a quick stop here, maybe have some coffee and just go to the bathroom and then keep right into Rio Sucio. Okay. Eddie and Brian, hello. Our super guides. Superman. Thank you. OK 今から出発します。再出発です。おや、結局コーヒーだけじゃなくてお昼ご飯も食べちゃいました。腹いっぱいです。いや暑いね。全然昨日と天候が違う。山を下ったっていうのもあるけど、すっごい晴れてるし、もう雲が全然ないね。いいね。おー、気持ちいいドライブ。久しぶりですよ。6日目にして晴れ。最高な気分です。レモネードいっぱい飲んで、ビタミンも補給しましたんで、こっからが楽しくなりますよ。おー、これ怖いね。危ねえな、危ねえなこいつ。さあどん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 山を登っていきますよ。おい、サトウキビが所々にありますね。これは育ててんのか、それとも雑草みたいに自然に生えてきてんのかな。いろんなところにあるね。しかも背が高いサトウキビ。よし、ちょっと天気が悪くなってきたな。すごいくねくねロード。こんなところにも家がある。そしていつも通り馬が歩いてるね。おー、ちょっと下とは違って涼しくなってきた。っていうかなり涼しくなってきた。おー、見てください、これ全部サトウキビ。うわー、山が綺麗、むちゃくちゃ綺麗。うわー、すごい、自転車でこれ登ってる。この山の坂沿いにひたすら家が建ってます、両サイドに。
すごい街の作り方ですね。やばい、雨がポツポツ降り始めてきた。これは嫌な予感。下と全然コンディションが違う。道路もむちゃくちゃ広くてすごい暖かかったのに、ここは寒くて道路が狭くて、そして坂っていうね、それが面白いんです。来た、オフロード急に出てきた。急にオフロードってすごいね。あー、けど濡れてない、全然濡れてない。ここも雨があんまり降らなかったのかな。 OKOK、 走りやすいよ、昨日より全然走りやすいよ。いや、このぐらいのオフロードだったら慣れたもんですよ。おい、これ対向車が来たら結構危ないね。オフロード楽しい。最高に楽しい。おお、細いまっすぐ生えた木、何これ。おっと、牛に通せんぼされてます。牛に通せんぼされてますよ。うわー、オーラー。おいおいおい、ごめんね。いやー、何この楽しさ、このオフロードの楽しさ。お、登山してるのかなこの人。あ、違うな、馬を飼ってる人ですね。あ、牛ですね。おお、また急に泥が。 おいおいおい、ウォー、 So beautiful. Me or the view? You, honey, of course. A little bit less than a year. He looks young. Yeah. OK、 行きましょう。あー、いいね、こういったここでしか見れない景色が見れるのは本当に最高な気分。雨が降りそうなので、雲行きが怪しいので、パンツだけレインコート、レインコートパンツっていうの履きました。まあ、雨が降ってもね、正直個人的にはむちゃくちゃ面白いんで、雨が降ってもこういうオフロードコースはね、だから全然雨が降ってもらってもいいんだけどね。おい、イエス、うわ、あぶね、あぶね、穴に落ちるとこだった、あぶね。穴っていうか崖だったから左、マジで危ねえ。いや、ちょっと本当に気をつけよう、気を引き締めていきます。油断してると大変なことになるからね。危ねえ、うわ、ここで対向車はやばい。おお、おお、穴、おい、おい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 、お、車、対向車やばいね、ここで対向車はマジでやばい。で、不用意にスピードが出せないね。おお、来た、泥、泥来た。さあ、うわ、ぶねえ。雨が降ってきたので着替えました。
っと石がどんどん滑りやすくなってきた。おいいね。Yes! ギタースーパー難関コース。おお。うわ。うわ。We did it! Woohoo! Woo! Yes! Yeah! Wow! That's moving!
Gracias. Gracias. Are you ready, Annie? Ready. ホテルに着きました。オーケー。おいや、僕たちの部屋ご案内します。このホテルはエコを、エコロジー、エコをテーマにしてるみたいで、すごい植物が綺麗に配置されてて、木もふんだんに使われてます。最高なオープンエア、しかも寒くないんで、こういった年中だ、ここ、こういう暑さなんでしょ。はい、だからこういうオープンエアなんだろうね。そしてこちらです、私たちの部屋。キングサイズのベッドに、奥にはシャワー、トイレ、そしてハンモック、いうことなしです。 plus the view. I mean, I want to stay here for at least a week. 俺ここで住み、ここに住みたいんだけど、ここに住んで仕事して、バイクでちょっとどっか行って、そうね、また戻ってきて。最高最高。 It's our last night together with the group, and we're gonna go out for dinnerin this town, which is known as one of the most beautiful towns in Colombia. Let's go! Just flowing and flowing and flowing. Oh my god, it's like a river coming down the mountain.今からこのハルディンっていう村を散策します。あ、なんか久しぶりに歩く感じだね、オリ。Yeah, we've been riding the bike for, I don't know, 6 days now? そう、yeah, we haven't walked that much. It feels good. Wow, no. These are the taxis here in El Jardín. A moto taxi. 超かっこいい。ハルディン、この町は、この村はコロンビアで最も美しい町の一つだと言われています。一番、まあ、その二つのうちの一つが僕ら前に行ったビジャデレイバ、そしてもう一つがここハルディン。この町の中心の構成、広場の構成がすごく綺麗です。真ん中に噴水があって、教会があって、それを取り囲むようにホテルとか商業施設、レストランがあります。そして広場もレストランのスペースだったり、まあ、みんなの憩いの場だったり、また市場が開かれたりしてます。最高に綺麗です。
Kaito decided he's going to get a haircut. どうなることでしょう? His hair is quite long now, so yeah. Well, we're getting ready to leave the hotel. Plantacion Hotel was a very nice one. Would have loved to spend a whole week here in Jardín. There's so much to do. But it's time to go back to Medellín, our final ride together. Okay, here we go. What a lovely town, Jardín. Back to Medellín. We gotta start editing these videos from this crazy adventure. gotta say, this is probably one of the best trips we've done so far with Kaito. It was just amazing. So much went on every day, so much happened every day. It was really fun. I really want to come back to Colombia and then just explore other parts of this amazing country on a motorbike. And I would love to do it with Eddie and Brian. They were so good. Really, those Colombian moto adventures, I highly recommend them. They were our superheroes, the horses. Today we're driving for about 3.5 hours from Jardín to Medellín. It is going to be all paved. I'm not going to say it's going to be an easy ride because Colombia might have other plans for us, you know. Sometimes a landslide, sometimes something else, I don't know. You never know what's going to happen in this country. But for now, there's no rain. The sun is up. So we're lucky so far. It might rain later though, there's some dark clouds up there, so we never know. Wow, lots of banana trees, plantain trees up here. Guys, I told you, you never know what will happen here in Colombia. The road is closed, have no idea why. But we just gotta wait here. I'm expecting things in Colombia. Hopefully it's nothing that big. Okay, that's it. We're ready. It's crazy how all the bikes come rushing. Oh, okay, there's no landslide, but they're just fixing the road here. We have about 100 kilometers to get to Medellín. There's no traffic on this road, which is great. We're not gonna cross any large city. So I think pretty much all the way it's gonna be like this. No cars. Couple of motorbikes, that's it. It is not the best paved road. There's a bunch of patches here and there, but I mean, it's in way better condition than other roads we've been through. Wow, landslide, huge rock. Could be very damaging if it falls on a car or on a motorbike. Scary. I think we're stopping here for lunch. Seems good, like a good place. It's freaking hot today. Oof. Ooh, qué calor. It's hot. Really hot today. Here we go! ご飯もいっぱい食べました!
うわ、腹いっぱい。コロンビアの飯多いわ。全部食べきれないぐらいの量です、いつも。ああ、OK。すごい絶景、これが今日までってもう信じられないな。もっともっとバイク乗りたい。うわー、わー、すごい綺麗だな。いけんのかこれ。うわ、なかなかだな。オーケー、スピード落として、うわ、ここは確かにやばい。おお、相変わらず、ういういうい、こんなね、90キロぐらいみんな出してるところでこんな水たまりがあったらむちゃくちゃ危ないよね。わー、すーごいでかい川、綺麗だな。本当にコロンビアが自然に囲まれていることがわかりますね。山が大量にある。メデジン、あとちょっと着きそうだな。うわー、やだな、終わりたくない。最後のオフロードです。コロンビアで今年最後のオフロード。おい、あ、もう終わった速攻でオンロードになってしまったと思ったらまだ終わってないじゃんまだまだオフロードあるじゃん。うわい、まだまだ楽しませてくれるじゃないの。おい、すげえ坂、坂きつ。オーケー、おお、またオフロード。ふぅ、やべ、おお、オッケー今日初めてのオフロードだからね、旅の終わりで今日初めての。おっ、危ねえこの雨水が流れた後のこの道がすごい。うーい、景色もやばい、坂もやばい。おい、おい、おお、すごいね、この道最高に面白いじゃん。ほら、降りた。
た。ついてしまった。おお。Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Mr. Thank you. Los espero pronto en Colombia de nuevo. Bueno, Eddie, muchísimas gracias por todo, la verdad. Muchas gracias. Pasamos muy bien. Espero que les acá ir muy bien. Sí. Que sigan disfrutando Colombia. Bueno, ya no sé cuándo volverán. Pronto, esperamos. Queríamos volver en diciembre. Cuando pueda. Vamos a ver. Bueno, chao. Chao. Address. All right, Lisa. Okay. Bye, Lisa. Take care. Bye. See you later. See you soon. Bye. Bye, Eddie Bryan. Bye. Vamos a ver las llaves de la 28 para sacar esta taxi corta. La 28 es el frente. Oh, yeah.